ジョン・スティーブンソン・ラウントリーは、ヨークの製菓会社ラウントリーズの役員、イギリスにおけるクエーカー運動の改革者。ラウントリーは、父・ジョセフ・ラウントリーとその妻であった母、サラ・スティーブンソンの間の長男として、1834年5月2日に生まれた。ラウントリーは、1858年8月25日に、エリザベス・ホーサムと結婚した。二人の間には、 9人の子供が生まれた。妻に先立たれた後、ラウントリーは1878年4月10日にヘレンドンカスターと再婚した。ラウントリーの著書、クエークリズムパストプレゼントは24歳の時に書かれた19世紀イギリスのクエーカーの状況について分析した内容であり、いくつかの改革的主張を訴えたものであった。ラウントリーは、ヨークにおける クエーカーの教育を支援し、女性教師の育成や、より一般的に女性へのより高い教育への支援を行った。1875年から1878年にかけては、ザ・フレンドの編集者も務めた。ラウントリーは、熱心な植物学者であり、鋭敏な考古学者でもあり、ヨークの歴史の中で、しばしば言及されている。 1880年には、ヨークのロードメイヤーとなり、資材制の立て直しに尽力した。ラウントリーは、1907年4月13日に、ロンドンで死去した。彼の死後、彼の書いた文章の一部が、解顧録と共に、フィービー・ドン・カスターによってまとめられ、ジョン・スティーブンソン・ラウントリー、ヒズ・ライフ・アンド・ワークとして刊行された。ありがとうございます。